おはよう。今回の動画はただ主がゆっくりムービーメーカー4のグループ声量を使ってみたいだけの動画です。それでもよろしければ、続きを見てください。苦手な人は我慢してみてください。もうこんな時間か。とっとと準備して学校行かなきゃ。そう言って私は身支度をします。身支度を終え、学校に向かいます。正直この時間が一番退屈なんだよなぁ。そう思いながら、いつもの道を通っていた。うはん。いつも聞いている声の人に名前を呼ばれた。お、パラオじゃん。一緒に学校行く。彼とは小さい頃から話していた。いわゆる幼馴染みである。いいよ、一緒に行こう。そう言って、私は彼の元に近づく。今回はここまで。続き見たいよ。って人はコメントしてください。最後まで見てくれてありがとう。動画がいいなと思ったら高評価、あわよくばチャンネル登録してくれたりしませんかね。では、次回の動画でお会いしましょう。次回の動画で会うために通知音も忘れずに。それじゃ、またねー。